人生終わるまで暇つぶし、どうも山口純です。台風14号が近づいてきたので少し水がめであったりとかトレーの池の水を減らしています。脇にタオルつけとくとですね、タオルが水吸ってくれますんで排水してくれます。でもう夕方なんでメダカたちはかなり、この一番大きい水がめのメダカは落ち着いてます。でそこそこ風が出てきたなというところです。まあ私の地域は夜中に台風14号が上陸する可能性があるということで、かなり警戒心を持ちながらやってるんで、本日夜はかなり眠れないかなという感じです。でこれが張り子の池なんですが、これが一番ちょっと水を少なめにしてます。もし雨がかなり降ってですね、溢れちゃうとおそらく外に出てしまうので、張り子が池から出てしまう、流れ出てしまう可能性があるんで、かなり気をつけてやってます。2代目3代目4代目ぐらいになる張り子が全てこの小さい池に入ってます。トレーに入ってます。でこれが一番大きい60リットルのトレーになるんですが、これがですね、まあ2代目やね、主に2代目が入ってます。でかなり水がですね、グリーンウォーター、いい水になっとんですけども、また少しこれから水替えをしてですね、綺麗にした方がええかなっていう気にはなってます。おそらくこの台風14号が去った後ですね、かなり雨が降って水がですね冷たくなるんで、その水温対策といったらいいんですかね、その辺もちょっと気をつけてやっていかなければならないなと思ってます。まあ、まだ風がこれ吹いてない状態ですが、これから雨風ともに気をつけなければいけないなと思ってます。ぜひ山口純チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあ。